葛飾北斎というのは、18世紀半ばに生まれて19世紀半ばに、まあ、亡くなるという、年齢としては大体90歳という、まあ、長寿を全うした絵描きです。それで、まあ、あの江戸時代を代表する浮世絵師であると同時に、特に「富嶽三十六景」という作品についてはですね、あのもう世界中、まあ、知らない人はいないというくらいですね、あの有名な、絵描きということになっているんですけれども、今回の展覧会はその「富嶽三十六景」の、まあ、主要な作品、25つあの展示しております。それに加えてですね、まあ、西村屋版の花鳥図であるとか、諸国滝めぐりであるとか、そういった、まあ、他の浮世絵の展覧会ではあのなかなか全部揃うことのないような作品まであの全部揃っているという、非常にあのこういう機会を見逃したらなかなかあの他の展覧会では見れないような作品もちゃんと揃っているという作品が揃っています。